今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。ウエストのゴムで本気度知るビュッフェ、お題匂わせ、ともこ1967。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。財布からすぐ家出する偉い人、お題それな、アキソルさん。靴底の暑さは俺のシークレット、お題漏れてる、マココシャン。コロナ禍も笑顔は自粛せぬ彼女、お題エモい、ダンデライオンさん。普及率上がってボロ出るマイナンバー、お題それな、ともこ1967。食欲が私の人生食い尽くす、お題それな、ピカラさん。今日からは床屋じゃなくて美容院、お題匂わせ、チャーリーさん。やめてよと言いつつ消さぬあいあい傘、お題エモい、ケンさん。太ったな、体重計を隠す妻、お題匂わせ、半カモノさん。予定した遺影写真が古くなり、お題長生き、喜怒哀楽さん。小鳥の名知らぬがさえずり覚えてる、お題それな、花月さん。母がした契約私が解約し、お題解約、アキソルさん。土砂降りをかける制服、笑い声、お題エモい、花月さん。食べ盛りカオスなおかずのバイキング、お題カオス、ケンさん。大盛りの写真を撮ってほぼ残す、お題漏れてる、山田恭司さん。ウェーブでぎっくり波に取り残され、お題ウェーブ、アキソルさん。風呂で地震、とにかく巻いたバスタオル、お題それな、ダンデライオンさん。